島6本目のシュートはポストに当たる15号のシュート、かわすところまで、 そしてコースも良かったんですけどね、完全に崩しきりましたけどね。さあ一方熊本チャンスになります、うん、市村仕掛ける中に切り込んでシュート、先制は熊本、徳島のチャンスシーンから一気にゴールまで熊本、市村の今シーズン初ゴールで1点を先制しています。後半9分市村のゴールで熊本先制、前半から、ね、狙い続けてきたああいう、まあ、ミドルレンジからのボールからの仕掛けですよね、まあ、スペースができた中でカバーもいけませんでしたね。前半からの狙いが見事的中といった熊本のこの1点目、はい、そして田淵さん、うん、これが7試合ぶりの得点です。そうですね、さあ先制を許しました徳島です、はい、ペノモさん、はい。